さんこんにちは、仙道恵美役の榎本敦子です。ね、聞いてくれる？今日は時間があったから新しいカイ君をゲストに迎えようと思ってチョキチョキしようと思ったんですよ。で、ポスターの筒から出してどのカイ君にしようかなと思って、まあ、このカイ君にしたんですけどね、もう見てたらこれは私なぞがハサミを入れていいカイ君ではないと。見てくれ、この美しい怪盗式を。ハサミを入れるべき存在ではない。たとえ撮影のためでも、と思って、印刷してもらったままこちらにいていただくことになりました。いや、びっくりしましたね。ハサミを入れたくないという感情になるなんて思いもよらず、やっぱ押しを前にすると、いろんな感情になるものなんだなぁと、先ほど思いました。こちらに怪さん、このままでいていただきながら、裏話していきたいと思います。今回は、7話ということで、台本はこちら、魔法少女たちという仮タイトルが入っていましたが、サブタイトルを読み上げます。今明かされる魔法少女の出会いという回でございました。まあ、エミちゃんとシュカちゃんがどうやって出会って魔法少女になっていったかという過去の話だったんですけども、いかがでしたか？めちゃくちゃ私気に入ってて、この話数。もちろん別々に収録しました。出演者が大変少なかったですよね。5人だけの物語ということで。セリフも多くってね、本当に会話劇っていう感じで、演者としては大変やりがいのある話でした。あ、こんな風に出会ったんだ。あと、初めての変身ですよね。何この格好っていうこの76カットあるんですけどね。まあこの変身ものでは、初めての変身なのにポーズを取っちゃうみたいな結構突っ込まれるんですけども、私たち、まあアニメ側の常識としては、ポーズを取っちゃうまで魔法で変身のセットに含まれてるというか、衣装が変わるみたいなと同じように動いちゃってるみたいな解釈なんですよね。何この格好っていうこの魔法少女あるあるがあったのは結構嬉しかったですね。あとやっぱ気をつけるのは初めてのリアライズを言うとき。実際は私は何話もアフレコしてるのでたくさんリアライズしてきてるんですけど、このリアライズが初めて言うリアライズなんだっていう意識はかなり高めに持って、やります。あとは、もうすごく気に入っているシーンは、いぶきと傘を差しながら、二人で歩く、あの会話劇のシーンがめちゃくちゃ気に入ってて、これこそね、本当に一緒に撮りたかったシーンですね。こういうのはやっぱり、お互いのこう、体温を感じながらやりたいお芝居というか、えみちゃんが初めて本音を、ある意味本音を吐露するシーンだと思うんですよね。それの相手がシュカちゃんじゃなくて、いぶきだっていうことですね。ちょっと大人の男性で、ついつい本音を言っちゃう相手なんでしょうね。きっとね、なんか信頼が今までの積み重ねとかもあって、ついつい本音を言ってしまうシーンっていうのは、そういうのって結構、セリフ通りに言えば成立するかっていうとそうではなくって、キャラクターとキャラクターとの関係性もあるんだけど、演者同士の関係性でもあったりとかするんだよね。大切なやり取りをするシーンっていうのは、本当に一緒に撮りたかったけど、まあ別々だけど、素敵なシーンになったんじゃないかなと思います。あの、シカちゃんのことを、119カットですよね。あの子って言うんですよ。よくわからないんですけど、鼻摘みをしてるって言っててっていう少しの大人に言いたくなった不安みたいのがあって信頼してるんだけどね。で、一方シカちゃんもエミちゃんには言わないでっていうセリフがあるんですよ。なんかあるじゃない、友達同士でもすっごい仲いいんだけど本当はどう思ってるんだろうとか、そういうのって絶対あると思うから、静かですごくいい会話劇だなって7話そう思います。あと、愛知のことを説明するシーンですよね。魔法の力を経て、ブラスターブレードを出して、相手を撃退したことによって、エミちゃんがこの力で愛知を取り戻せるんじゃないかっていう提案をするっていう、その愛知を取り戻したいっていうシーンがね、いつもこの、イフでは、エミちゃんそこがこう、シーンなので、そこをきちんとやろうかなって思って、組み立てました。で、この写真を見せるっていうところが、大変エモくって、まあ時代に合わせたね、このスマホを見せるっていうのすごく時代感がある、動作だとは思うんだけど、いつも多分用意してあって、この人なんですっていう時があるんだと思うんだよね。そう、それがすごくなんか私は胸を打たれました。あとね、その後のシーンなんですけど、130カット。お兄さんヴァンガード好きだよね。ヴァンガード何それっていうセリフなんです、台本は。本当は。でもオンエア見ましたか？って言ってた、これは。これ2回続いたの。そう、これがヴァンガード。これがヴァンガード。まあ、2回ね、
ヴァンガード、ヴァンガードって言うんですけど、1回目はもうスルーして、タイトルすら言わないっていう、もう全く知らないっていうのを色濃く出すっていう演出を、ここで出そうと思って、ヴァンガードっていうタイトル、まあ、単語ですよね。まあ、もともと単語としては多分あるじゃない？一回聞いても日本人には馴染みがない単語だと思うんだよね。広まってるから作品のタイトルとして。だから覚えていられるけど、初めて聞いたら、ってなると思うんだ。それを入れてみました。ヴァンガードを知らない世界観っていうのがこの、イフはそういう風に始まってるじゃない？それを私も強めに入れていこうと思って。結構ね、楽しかったです。あとは、そうだなぁ。最終的にはその、235カット。行くぞ、俺たちは進むしかねえんだからって言われて、きちんと励まされて、迷いもなくなって、やっていこうってまた思えるっていう風な関係性にしました。その後すごく好きなのはね、243、244の、お邪魔しまーす。お帰りなさーいってしくちゃんが言うんですけどね。こういう何気ないシーンは本当に私結構好きで、おはよう、おはようみたいなやりとりって一番関係性が実は出るんじゃないかなと思ってて。なんやかんや二人思ってるけど、やっぱこういう二人なんだっていう。それはすごい好きでしたね。あとこう技術的なことを言いますと、私が先に撮ったのかな、シカちゃんよりも。確か。で、前半ね、よく見てもらえるとわかるんだけど、エミちゃんってリアクションがめちゃくちゃ多くて、こんにちは、え、何してるの、え、え、あ、うん、どうぞ、目をそらす、どうしようかと険しい顔をする、え、視線に気がつく、見る、苦笑い、シカの目線を追う、敵に気づく、ずーっとリアクションなんですよ。相手の本当のお芝居のリアクションじゃなくて、こうであろうっていうことでずっとリアクション取っていくのって結構集中力がいるというか、すごく難しくって、相手がいる場合ってこんにちはって言われたらえって普通にできるんだけど、こんにちはを鳴ってるのを想像してえっていうのって全然違って、一個一個が自分から生み出さなきゃいけないから、このリアクションがずっとずっと続いて一人っていうのは結構一人で撮ってて辛かったかな。あとね、エミちゃんはね結構難しいのは、これはイフだけじゃなくてシリーズ通してなんですけど、結構オウム返しちゃんなんですよ。キャラクターが次の説明をするためにトスを上げていって行かなきゃいけないキャラクターって絶対生まれてきちゃうんですよ。一回で納得しないっていうか、納得しなくても本当はんってやればいいんだけど、アニメ的にはもう一回反復するしたことによってキャラクターがもう一回説明をするっていうのを結構やらなきゃいけなくって、リアルだとあまり起こらないんだけど、アニメでは起こりやすいのがオウム返しで、大切に組み立てないとガシャってなっちゃうところなので、エミちゃんって毎回聞き直しててバカだなって思われないようにっていうか、必要があって聞いている、あと可愛いなって思ってもらえたらいいなとか、いろんなこう感情をで成立するように一つのセリフを組み立てる、これはねなかなか難しいんですよ。 CD ドラマだともっと難しいのは、絵がないので状況説明をするキャラクターが生まれてきちゃうんですよ。この黒いなんとかはなんとかだな、なるほど煙が漂っている、いや見ればわかることをセリフで説明しなきゃいけないの。そうやって結構キャラクターの整理的には難しくって、お客さんに違和感なく説明を聞いてもらうっていうね、まあ、頑張ってえとか、このリアクションね、えええって続くとこ頑張ってやったんでよかったらもう一回見てみてください。演出的に良かったのは、あ、ここだ、97、98。わーって変身した後に、あなたリアライズできるので、リアライズできるってこう空の絵になるみたいな。イフってすごくギャグなのに、こういうちょっと素敵なドラマティックな演出も入ってて、なんだろう、魔法少女ってすごくコミカルで子供向けみたいに思えつつも、大人が見てもちょっとエモく感じる演出っていうのが入ってていいなーって思っています。いい1話でしたね。本当なのは私お気に入りでございます。大変さあ、いつもこの裏話でアフレコのね、ベテランさんがいるとどうなんだみたいな話をして、すごい結構喜ばれてるので、今回もちょっとこの作品とか関係なくね、全体のアフレコ、声優さんっていう意味で一つ裏話しようかなと思うんですけども、まあ、今回もちょっとベテランさんの少し怖い話をしたいと思います。これはアフレコに関するちょっと怖い話。あのね、こう、まあ、作品が、まあ、やっていくうちに、ああ、このシーンのために生まれた作品なんだな、とか、ここはバチッと感動させるシーンっていう、こう、決めるシーンってあるじゃないですか。そういうのって、中にいる演者もすごく楽しみにしていて、それが新人がやっていようが、ベテランがやっていようが、みんな真剣に見て、
見てて真剣に感じて楽しんでこうやってるんですね。ベテランさんも新人さんのお芝居ってすごくよく見てて、いいものがあったら吸収したいって思ってるぐらいなの。でもそれがうまくいった時は、あーすごく良かったなーってなるんだけど、うまくいかない場合っていうのがあって、今のセリフんってなった時、後ろに座っているベテランは座り直したりとかします。とか、まあ首をかしげる人もいるし、ってあれは恐ろしい。あれはいつもね、私見ちゃうんですけど、まあ自分がやってる時は後ろ見れないからあれなんだけど、真実が詰まってるんだよね、あの瞬間に。そのシーンが成立したかどうかって。共演者に認められているかどうか。その人が好き嫌いとかそういうことじゃないよ。お芝居が、そのお芝居がいいと思ってもらえたかどうかって、そこに結構詰まってて、あれは大変怖い。あれは大変怖いモーメントである。まあちょっと一つ、まあ、外の評価は別よ。外の評価もあり。音響監督からの評価もありです。で、もう一つ、スタジオの中の空気感っていうのも自分の中で評価に入れた方がいいと思いますね。自分がどうなのかっていう。私もね、そのね、非常にスタジオの中の空気を間違えてないか、大丈夫か、しっくりハマっているのかっていうのをね、すごく気にしながらやってます。ハマってなかった時の後ろのソファーの様子が大変怖いというアフレコホラーでした。しちゃった。こういう話って多分あんましてないと思う。なんかこう言語化されないアフレコマナーだから、マナーというかアフレコのあるあるあるんですよ、そういうのって。ねえ、怖いね。はい、ということで、まあ作品の話もしながら、こう声優さんのね、ちょっとアフレコの話なんかもしながら、また裏話をお届けしますので、ぜひお楽しみにしてください。次回は8話、予告では美咲さんが出てきましたね。ちょっとツイッターで話題になってたんですけども、 P が言っていいよって言ってくれたので、今回の、美咲はキッタちゃんが演じます。ずっと海外留学されていたので、大学でね、ずっとやられていたんですけども、いろんなことがあって、帰国しているタイミングでしたので、今回はキッタちゃんの、美咲さんです。私もすごく楽しみにしているので、オンエア、ぜひご覧になってください。はい、ということで、今日剥がれなくてよかったです。実は、あまりにも大切に思っているので、これ剥がせるテープで、粘着力弱めの養生テープでくっつけているもので、剥がれやすいんですよね。でも今日は、ね、ずっと見守ってくださって、カイト式。いいわ。ね。両方の手にヴァンガードを持ってらっしゃる。髪型がいいんですよ、すごく。決まってらっしゃる、今日も。最高ですね。ね、私、ちょっとさ、カイ君と髪色似てるよね。めっちゃ嬉しい。私、今、色指定だと何番なんだよ。めっちゃ気になる。はい、ということで、カイ君はいつ出てくるのか。でも、ちょっと順番にね、出てきてる感じもあるので、次回は美咲さんということでございます。もうまたいい話なんで、ぜひお楽しみに。というわけで、仙台みやく、榎本あつこでした。またね。